さあ始まりました S-ROCKS。 よいしょ。柴田さん、この番組始まって一応節目の10回目、ありがとうございます。サンロッカーズ渋谷のこともだいぶ分かってきたんで、うん、皆さんのおかげでございます。だいぶ分かってきましたね、はい。まあ、選手の人となりがすごく分かってきたんでね、うんうんうん、あの試合を見る感覚もちょっと変わってくるかなと思いますけどもね。そうですよね、うん、S-ROCKS 今回の放送は本当ですか、はい、いいですか、値段なんか、えチーム最年少あの選手の夢を叶える企画が始動。むず取られると余計あれですね、こう緊張します。一体叶えたい夢とは、はい、それでは今回も柴田さんにサンロッカーズ渋谷の選手たちのことを知っていただきましょう、はい。今回紹介するのは菊池真人選手でございます。あ、菊池選手、はい、ディフェンスに定評のあるプレイヤーで外国人選手と互角に渡り合える屈強なボディ、うん、ここぞという時のディフェンスはチームの危機を何度も作ってきました。屈強ボディか、はい、いいね。仙台 89ers で3年間主力選手としてプレーした後、今年サンロッカーズ渋谷に移籍、うん、なんで来てくれたんだろう。サンロッカーズ必要だったからです。あ、はい、東京への憧れとかじゃなくて。そして今回のゲストは森田若菜です。よろしくお願いします。お願いします。森田若菜、大手パチンコメーカー三成のイメージガールとしてデビュー、ヤングチャンピオンで表紙を飾り DVD を発売するなど今注目のグラビアアイドル。座右の銘、私の胸は気合え、なんか結構着痩せするタイプで、うん、脱ぐとすごいんですけど、うん、ちょっと着ると着痩せしちゃうっていう。そうなんですよ。本当？何カップ？実は F くらいあるんですけど、まあ、ちょっと着痩せするんで、まあ、B。 嘘じゃん。さあそれでは最初の VTR 見ていただきたいんですけど、あの選手が夢を叶えるべくあることに挑戦したきたそうです。うん、あ、いいえ。夢を構える選手とは、うん、広瀬じゃない。おはようございます。レオ。そう、おい、すごい、おい、すごくね、あのスピードでだ。ベンドラメ、レオ。すごい、ね、今日ベンドラメ選手なんて聞いて呼び出されました。そうなんですよ、あの特にあの集合って言われます。そう、だから何するのかなと思って。以前座談会やったじゃないですか。はい、やりました。何言ってたっけ。何がやりたいって言ってましたよね。え、 S-ROCKS の初回で放送された座談会企画、その中でデザインとかは興味あったりするんですか。それは興味あるんです。あ、やってみたいとか。それはやってみたいです。ベンドラメ選手もあるんですか。したい。T シャツとか。僕だけで。言ってた。三原選手にあしらわれながらもデザインがしてみたいと発言していた。そんな夢を叶えるべくスタッフはオフのベンドラメ選手を呼び出したのだ。本当ですか。はい、楽しそう。そのデザインした T シャツを売ろうと思ってます。いいんすか、値段なんて。そんな売っちゃっていいんすか。売れます。いや売れるよ。テンションマックスのベンドラメ選手、早速 T シャツ作りに協力してくれるブランド事務所へ向かうことに。うんうんうん、デザインしたい、本当にしたかったんですね。いや、まあそうっすね。いや楽しそうだなとは思います。いや、もっと食ってきてくれよ。今までそういう経験あります。頭の中で考えてるんじゃない。服のデザインデザインしようか。いや、ないっすけど、なんかこう遊びで自分でこうなんか絵描いたりとかぐらいしかないっす。実は絵を描くのが得意なベンドラメ選手、過去にはこんな絵も。あれかわいいね。結構良かったって褒められました。結構うまいっす。似てるよね。いや、でも桜結構描きやすいじゃないですか。オフの日にもかかわらずノリノリでロケに協力してくれるベンドラメ選手、しかし休日は何をして過ごしているのか。天気が良ければドライブして公園に行ってみたいな、ほんとスローな時間を送ってます。ベンドラメ選手が公園でポツンと座ってるんですか。そうですよ。そうですよ。本当ですか。本当です、本当です、本当です。すごい光景ですね。いや、ポツンと座ってる、まあそうですね。
iPad で映画見ながらとか。あ、公園で。公園で。そんなスローライフを返上してまで訪れたブランドはというと、こんにちは。こんにちは。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回協力してくれるのはファッションブランドバスケットボールジャンキー。バスケットボールやさまざまなスポーツを題材にしたストリート系ファッションを展開する今注目のブランド。ちゃんと見てください、ポスター。 ありがとうございます。事務所にはサンロッカーズのポスターも。これを見ながらデザインのイメージを構想するのだが、考えてますね。はい、でも全然浮かばない。いや、プロの前でちょっと緊張しちゃうよね。すごいですね、デザイン考える人って。なんか話しながらね、進めていけたらいいですよね。ということで、プロの協力を借りながら念願の T シャツデザインに挑戦。パッて思いつくんですかね。考えて結構バスケットの、 あの試合の映像とか見たりとか、はい、ここら辺からこうインスパイアでされてるみたいな感じですかね。プロのアドバイスを聞いてまずひらめいたのが、チームメイトをキャラクター化して、なんかいろんな動き、バスケの動きじゃないですけど、個々の選手の得意な技とか動きとか、いいっすね。なんかコンセプトはチームメイトの特徴を表現したキャラクターを描くことに決定。そこで選手たちのイメージを膨らましていくと、三原さんとかキャラクターにしたら面白そうですね。あ、確かに T シャツの上でいじりたいですね。普段いじれないから先輩の上下だけやからね。そして広瀬選手は、移動の時本読んでること多いですし、椅子に座って読書してるイラストとかを描いたら、でもいいかも、描きたいかな。読書、なんかプレーじゃないところの一面とかもですよ、ね。そうそう、プレーじゃない。ちなみに自分のイメージをデザインにすると、うわ、それは公園で座ってたらまずいですね。まずいのはないでしょ。なんか一瞬なんか職質されるかなみたいな感じはちょっとあるけど、まずくはないんじゃないですか。そして人生初挑戦、 T シャツのデザインを描いてみることに。むずっ。デザインが撮られると余計あれですね、もう緊張しますね。いや、全然デザインが。デザイン、とりあえず本読んでる広瀬さんは本があって手で持ってて、顔は顔を 丸系の顔にして。相当顔大きい。難しい。絵が得意なベンドラメ選手だが、初めての挑戦ということでなかなかうまく描けない。そこでプロのデザイン案を見せていただくと、スクランブル交差点、ね、めっちゃいいじゃないですか。なるほどね。そうですね、スクランブル交差点いいですね。プロのデザインを見てインスピレーションを受けたベンドラメ選手がここで、ミツさんの世代が6人ぐらいいるんで、その6人だけの T シャツとか。尊敬するチームの象徴89年組6人をキャラクターにするというアイディア。いや、これもいいかもしんない。6人をどのようなキャラクターにするかというと、マナトさんは本当みんなもからも言われるんですけど、全然喋んない、端っこで笑顔で立ってるだけ。山内さんはもうピエロって感じですかね。赤い花とかつけたらなんか似合いそうで、トモヤさんはいつもロッカーで歌を歌ってますね。歌すごい上手いんですよ、まあ、マイク持ってもいいかもしれません。高須さんどうだろうな、ドライブ好きとか言ってました、車。へぇ、サクレはもう多分上半身裸でこんな感じ。最後に同じ大学の先輩でもある三原選手のイメージは、三つさん何しててほしいかな、メイド服とか着させます。それやりすぎ、いじるなー、おい、絶対怒られるんじゃない。料理好きですね。お、エプロン。こうしてそれぞれの選手のイメージが決定。そして
クランブル交差点歩いちゃいます、うん、あーあーいいね、わかりやすいですね。普段のスクランブル交差点のルールは無視しちゃって、はい、あそこがもうステージだったりみたいな広場みたいなイメージもいいかなとは思います、ね、はい、みんなで横断歩道渡ってる感じでみんなこうやビートルのBロードじゃないですけどみんなこう並んで、それはビートル出てきたよ、ね、でその時もサクレさんは向きってやってるっていう、サクレは上半身裸がいいかなと思いますいいねということで T シャツのデザイン案が決定。ファンの方で喜んでもらえますかね。喜んでくれなかったらそれはファンじゃないです。そう、言い切った。果たしてベンドラメ選手が考えたオリジナル T シャツはどのように仕上がったのか。あ、楽しみ。そしてベンドラメ選手が考えたデザインが、もうできてんの？デザインの状態ですよ。うん、がこちらでございます。うん、おいいじゃん、かっこいい、かっこいい、フライパン持ったり、あ、3つですね、あ、運転が好きだからハンドル持ったり、はい、音楽が好きだからスピーカー担いだりとか、そういうことね。サクレはもう胸板に6っていう入れちゃったんだ面白いかもしれない。あの12月23日のホームで行われるアルバルク東京戦から会場で販売されると。おダービー待ちで、はい、あ、そう、会場であの手に入るということなので、はい、ぜひぜひ皆さんあのお買い求めください。これ着て応援したらいいじゃん、華やかでね、一体感出ると思いますよ。ここで S-ROCKS をご覧の皆様にクリスマスプレゼント。なんと12月24日のアルバルク東京戦のチケットを10組20名様にプレゼントしちゃいます。詳しくは東京 MX 番組ホームページへ。さあここで続いての VTR を見ていただきたいのですが、来る12月23、24日のアルバルク東京戦に向けて、渋谷のとあるお店がオリジナルメニューを開発してくれたそうです。あら、来週行われる永遠のライバルアルバルク東京との東京ダービー、その熱い戦いの前にサンロッカーズ渋谷を盛り上げるため、スタッフはサンロッカーズオリジナルのメニューを作ってくれる店を探していた。すると渋谷は40軒以上のカレー店がひしめく激戦区と判明。そこで応援芸人のピーマンズスタンダードが渋谷8カレーへ。早速行きましょうということなんですよね、本当に。誰私、清原ゆきなです。どうもよろしくお願いします。あれ、君のスイッチがハイゴレじゃなかった今回はスタジオにゲスト出演し番組を盛り上げてくれた清原ゆきのちゃんも参加。しかし、ピーマンズにはある不満が。なんで？いや、俺らはちょっとオーディションとかね、はい、厳しいオーディションがあってね応援芸人になるため過酷なオーディションをくぐり抜けてきたピーマンズスタンダードお前それ漫画スラムダンク22回122ページ桜木花道にシュートを教える時の安西先生のシュートホームやっとしてザンロッカーズの選手の女ちゃうからねないないない。早速協力してくれる渋谷八カレーへ。でこちら、八カレーさん、なんとサンロッカーズ渋谷とちょっとコラボしていただけると聞いたんですけども。はい、ぜひサンロッカーズ渋谷さんを盛り上げるために一緒にコラボさせていただきたいなと、はい、いやありがとうございます。いいじゃないですか。まずはサンロッカーズ渋谷カレーを作るにあたり、こちらのお店がどういったカレーなのか味を確かめることに。ありがとうございます。いいじゃないですか。ありがとうございます。ハチ公も、ね、デザインされてますよ。ハチ公のね、美味しそう。このカレーっていうのはそのどういったカレーになってますか。5種類の野菜と、はい、あと4種類のフルーツを混ぜて作っている、はい、4種類入ってるぜ、はいはい、渋谷の名物として、はい、昔ながらのカレーを出せたらいいなと思っていて、はいはいはい、提供しています。へー、そのお味のほどは。どうですか。優しい。あ、美味しい。もう最初結構甘みが来るんですけど、はい、後からスパイスが。そうか、いいね。野菜とフルーツの甘みがあって、その中からスパイスが。
甘いですね。すごいなんか何種類も味がしてものすごい楽しいですね。懐かしい、うん、めっちゃ安心する美味しさじゃないですか。このままで美味しいので、うん、このままでいきます。食べに来てよ。俺は違いました。何もトッピングしなくても絶品と分かった渋谷ハチカレー、うん、ここにサンロッカーズ渋谷らしいトッピングを追加していく。まずはこのお店で一番その人気のトッピングって何なんですか。一番人気なのは、うん、カツカレーになります。あーカツカレー、もうこれも一番演技ええやん。ゲン担ぎやし、うん、カツ、子供、うん、カツ、うん、カツカレー、これいいじゃないですか。それはもう行きましょう。一つ目のトッピングは試合に勝つということで、渋谷ハチカレーで一番人気のカツをトッピングすることに。そして実は今回の企画を進める上でカレー好きの広瀬選手と三原選手からトッピングのアイディアをいただいた。そのアイディアとは、まず、広瀬選手チャーシュー。チャーシューね、うん、どうですか。やっぱりそのチャーシュー、まあ、ラーメンとかだとチャーシューってあるけど、うん、チャーハン食べるよ、うん、カレーに、チャーシューっていうところは、これはねチャレンジしたことはないですね。広瀬選手のアイディア、チャーシューのお味は。チャーシューか、ゴロゴロチャーシューじゃなくてね、食べにくいよね、ちょっとね。カレーが勝ってる。カレーが勝ってる。そうなのよ、薄く切っちゃうと。でもよく考えてみれば、うん、ベースこれですもんね、うん、確かに、カツに。そう、肉肉しいの。で続いて、これは三原選手、ほうれん草、うん、これはもう合うでしょ、うん、ポパイだ、ポパイ。三原選手のアイディア、ほうれん草のお味は。ほうれん草チーズだよ。どうですか。うん、絶対合う。でも間違いなく合いますよ。合う、合うんだけども、うん、やっぱりそれどこのお店でもあるし、うん、なんかインパクトに欠けるのは欠けますよね。あ、ですか。この後もさまざまなアイディアを試してみるが、なかなか決まらずシックハック。しかし三原選手のあるアイディアを試してみると。どうした。好き。ほう、好き。好きです。さらに広瀬選手のトッピングも、もう完璧に合いますよ。合う、うん、合う、すごい合う。すごい合う、すごい合う、うん。どうですか。もう味はもうバッチリ 100% 合います。合いますよ、うん、で、結構ふわふわしてて、はい、もう食べた感じもね、はい、すごい食感もいいですよ。ほう、うん、ということで広瀬選手と三原選手のアイディアから2種類のトッピングを入れることに。果たしてこの渋谷ハチカレーがどのようなサンロッカーズ渋谷カレーになったのか。完成したカレーを柴田さんに試食してもらいます。あー、なんかわいい。あ、かわいい。何これ、こんな仕上がりになった、はい、すごいじゃん。え、これすげー、サンディーだ。このまずカツの上、カツね、うん、上に広瀬選手からもらったアイディアの卵をチームカラーである黄色が目立つようにスクランブルエッグにして。あ、いいかも。おう、さらにこれ三原選手のアイディアのナスは揚げナスにして横に添えてあります、うん、これが一応勝利にカツ、うん、カツの上に黄色サンロッカーズがある、うん、で下にこのナスの黒、うん、この黒っていうのがアルバルク東京のチームカラーアルバルクに勝つぞと。あー、なるほどなるほど、はい、スタジオ大好評の特製カレー、果たしてそのお味は。いただきます。うん、あー、お、みなぎるわ。お、あー、勝ちの勝利のパワーがみなぎる。うん、おいしい。あ、甘いですね。うん、卵がさ、またね、すごいふわふわで、そうそう、まろやかにしてくれて、出してくれておりますよ、うん、こちらのサンロッカーズ渋谷カレーは12月23日のアルバルク東京戦に勝つということで、うん、明日から、うん、この放送の翌日、明日から渋谷のハチカレーで食べられます、うん、ファンの皆さん、ぜひ食べてサンロッカーズ渋谷が勝利を勝ち取れるように応援しましょう。お願いします。お願いします。We'll be right back.
今若手アーティストの中で最も注目されているクリーピーナッツが選手たち、そして番組のためにテーマソングを作ってくれるこのプロジェクト。そのことをクリーピーナッツの大ファンである選手たちに伝えると、いや、すごい嬉しいっす、めっちゃ嬉しいっすよ、テンション上がってるっすよ。今回はなんとクリーピーナッツが選手たちの元へ。ピョン、フォン、うわすげえ、すげえな、やっぱ迫力ありますね。そしてクリーピーナッツが選手たちと対面、その方法は、インタビュー撮影と聞かされていた選手たちの元に突然クリーピーナッツが訪問。大ファンである彼らはどんなリアクションをするのか。まあ、番組の方でも23日に向けては これはサプライズで入ってきてと言われたんですけど、あんまサプライズ感になった。いや、でも本当にびっくりしたらこういうリアクション。いや、そうだ、その試合をしっかり盛り上げるような曲を、ね、作りたいと思うので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。撮影が終わった途端、一気にテンションが上がる選手たち。いよいよ来週はレコーディング現場に密着。果たしてどんな曲になるのか。前節行われた強敵千葉との2連戦、初戦は日本代表である富樫選手が立て続けにシュートを決める嫌な展開。しかしこの試合はハレルソン選手が大当たり。なんとワンクォーター内で3本のスリーポイントを決めるなど、この日チーム最高となる22得点を叩き出し勝利へと導いた。しかし怪我人続出で挑んだ2戦目で残念ながら連勝がストップ。満身創痍のチーム状況ではあるが、この逆境を乗り越えろ、サンロッカーズ。ベンドラメ選手がプライベートを大暴露。三原さんにはすごいお世話になりましたね。もう今三津さんの好感度ぶち上げて。さらにテンパの人分かると思うんですけど。おしゃれですか。お楽しみに。そしてサンロッカーズ渋谷対アルバルク東京の東京ダービー、永遠のライバルが繰り広げる熱き戦いを東京 MX2 が生中継。決戦の行方見逃すな。